どうもどうもよろしくお願いします。 ありがとうございます。自己紹介しましょうか。僕の名前は高倉亮でおばあちゃん子です。ありがとうございます。どっちか知らねえけどな、別に。そして相方は久保孝真ちゃんこです。まんまお願いします。違いますよ、おじいちゃんこです。俺ね、最近ね、おじいちゃんこなんですか。そうです、最近ね、脳トレとスキンシップを兼ねた新しい遊び、ボディタッチダウンというゲームを考えたから、自作のやつ。うん、ちょっとスキンシップしてみる。どんな誘い文句してみる。どんな誘い文句、うん、お前してみる、してみる。ルールは簡単で、お互いの頭からつま先までこう体の部位を順番に触ってって、最後につま先を触ってった方が負け。なるほど、つま先を触ったら負けだ。負けで、じゃあ行きましょう。あの俺から始まる、頭からつま先。ごめん、やめて。どうしたの、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 やめて、置いてかないで、置いてかないで。何がやったの。もう始まってるよ。始まってる、始まってるよ、これスタートしてる。イントロ部分だから。あ、イントロなんだ。うん、にらめっこで言うだーるまさんの部分だから。あ、そこね、始まってますよ、止めないでください。急に始まったから。いきますよ、ルールもそのよく確認。俺から始まる、頭からつま先までの体の部位を、ルールを言ってくれてんだ、順番に触るゲーム。はいはいはい、ボディータッチダウン。頭、お肩、おい、胸、腰、股間、膝、かかと、つま先、負け。まあまあまあ、初めてやったんだもんね。それはしょうがないですよね。うん、あとね、もっとね、刻んでった方が勝敗が変わってくるかもしれないね。なるほどね、駆け引きだね。よしよしよし。俺から始まる、頭からつま先まで体の部位を順番に触るゲー。聞いたことある。 And the body touch down。 頭、鼻、顎、肩、胸、あばら、股間、膝、かかと、つま先、巻き。まあ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 ね、2回目だからね、しょうがないです。これかかと取ったら勝ちだろ。そうとは限らないですよ。いや絶対じゃ、2戦目にして必勝法見えなくなる。いや全然ね。で次俺にかかと取らせて、あ、取ってもらっても構わないですよ。あ、いう、うん、俺から始まる、頭からつま先までの体の部位を順番に触るゲー。これウィービルロックと同じリズムだろ。ボディーターザー、頭、肩、胸、腰、股間。お前胸と股間絶対触んな。負けじゃん。俺今勝ち負けより大事な話だよ。お前胸と股間絶対触らない。頭でしょ、そんなんね。いやいや、お前が絶対に胸と股間は触ってくんだよ。いや、お前も触りたいなら触ってくれ。いや、必死だな。違う違う、そういうことじゃない。他の部位を、まあ、話もそう。俺いきなりかかと触ってもいい。あ、全然構わないですよ。なんで敬語ない。全然触ってもらって結構ですよ。あ、そう。じゃあちょっとやってやってやって。俺から始まる、頭からつま先まで、ね、体の見たことない動きだ。順番に触るゲーム。And the body does a 頭、かかと、ロッキュー、マティー。ロッキューって何？ロッキューって何？いや、ロッキューは親だけが持ってるパスカードだよ。知らないよ。知らなかった？ウィビルロック用から完全に来てんじゃねえかよ。ちょっと親やらしてるじゃん。あ、全然親やってもらってもいいですよ。本当ですか？あれ、なんで敬語なんだ、あいつ。歌えないやつは、歌えないやつは、親父。ごめんごめんごめん。なんだ、散々歌ってたら、もうみんな歌えるぞ、お前。みんな歌うよ。俺から、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 俺っつってんの、あれ。俺から、ハニマルだ。ハニマル？ずっと言ってたよ。メッセージ性がよくわからないよ。俺から、ハニマルで右にずれてくから。俺から、ハニマルで右に吸い取られてるから。え、そうなの？ずっとやってたよ。やってないよ。一回目この辺にいたよ。折りからハニマル、頭からだよ。ずっとやってたよ。これ何なの？耳に水入ってるんだよ。そうなの？ずっと入ってたよ。知らない。耳に水ずっと入ってたよ。耳に水ずっと入ってたよ。今日あった時から耳に。でここに来てなんだ。ここに来て取るチャンスだ。あ、なるほど。大体入ってなかったらやんなくて、やんなくてやね。あ、そうなんだ。そうなんだ。折りからハニマル、頭からつま先までの体の部位を順番に触るゲーム。And the body touch down。 頭、股間、股間触んない。負けじゃねえ。
何忘れた頃に股間触ってんだよ、うん、こっちの作戦だからねこれね。いや違う違う、お前はかかとを触んなかったら負けちゃうの、うん、いやいやそうとは限らないですよ。いやだってお前がかかと触って俺が6、9で俺勝ちなんだから、うん、だってお前がかかと触んなかったら俺かかと触ってるんだよ、うん、そしたら6、9持ってんだよ俺。やってもらってもいいっすよ全然やってもらってもいいっすよ、うん、何詐欺してんのお前は、うん、詐欺の時の口調なんだよお前、うん、じゃあいいの、いいよ、ウリから歯に丸、もっと笑顔、もっと笑顔で、笑顔、うん、もっと歯を見せて、レクチャー何それ、うん、歯を見せる時間だから、歯を見せる時間だから、ウリから歯に丸、赤の子らつまさきまでの体の部位を順番に触るゲームエナボーディーターちゃん、頭、股間、かかと、洗浄骨、ロッキー、リスフラン関節、どこだよ負けじゃん。もうかかとより本当に下かどうか知らねえもん。じゃあお前総合的に負けということで、罰として股間を触らせてもらいます。股間触りてるだけじゃねえ。どうもありがとうございました。